ヴィラ・アルメリコ・カプラは、アンドレアパラーディオが設計したルネサンス期のヴィラで、北イタリアのビチェンツァ郊外にある。ヴィラ・カプラ、ラ・ロトンダ、ヴィラ・ロトンダ、ヴィラ・ラ・ロトンダ、ヴィラ・アルメリコなどとも呼ばれる。カプラとは、1591年にこの建物を譲渡され完成させたカプラ兄弟に由来する。この建物も含め、ビチェンツァとその周辺のパラーディオの作品は、 ビチェンツァ市街とベネト地方のパルラーディオ様式の邸宅群として世界遺産に登録されている。1565年、司祭パオロ・アルメリコがローマ教皇庁から引退する際、生まれ故郷のベネト州ビチェンツァに家を建てて移り住むことを決めた。この家が後にラロトンダと呼ばれ、パルラーディオの傑作の一つとされるようになった。ビラカプラは、 多くの建築に影響を与えたが、このビラ自体は、ローマのパンテオンの影響を受けている。ビラアルメリコカプラ建設地は、ビチェンツァ郊外の丘の上とされた。パラーディオ主義の他のビラのいくつかとは異なり、この建物は、最初から農場用ではない。この洗練された建物は、今でいう、郊外住宅として設計された。パラーディオ自身はこれを、ビラではなく、パラッツォに分類している。 パラーディオの設計図手法にファサードがある正方形の完全な対称形の建物でありそれぞれのファサードにポルチコがある建物の四隅と各ポルチコの中心を通るように円を描くと建物のほぼすべてがその中に収まるようになっているラロトンダという名称は中央の円形のホールとその上のドームに由来するこのビラ全体を表現するならロタンダは技術的には 不正確である。なぜなら、この建物は円形ではなく、正方形と十字を組み合わせた形だからである。ポルチコの前には階段があり、そこから中に入ると小さな部屋、または廊下を通って中央にあるドーム付きの円形ホールに出る。すべての部屋の寸法はパッターディオが建築4書に記した建築法則に従って精密に計算されている。その設計は、 ルネサンス建築のヒューマニズム的価値観を反映している。各部屋に日差しが少しでも入るよう、建物の4つの面は東西南北から45度の角度を向いている。4つのポルチコの上にはペディメントがあり、その上に古代の神々の像が配置されている。ペディメントは6本のイオニア式円柱で支えられ、そのポルチコの両側に一つずつ窓がある。主要な部屋はべて二階。 または、主会にある。1567年に着工したが、設計者パラーディオは1580年に亡くなった。施主であるパオロ・アルメリコも1589年に亡くなり、建築はパラーディオの後を受け継いだヴィンチェンツォ・スカモッツィが新たな、施主の下で完成させた。元々の設計に対してスカモッツィが加えた主な修正は中央ホールの2階部分である。 内部スカモッツが仕事を引き継いだことにより、当初パラーディオが計画していたものと、現存しているビラアルメリコカプラの間にはいくつかの異なる点が存在する。その中でも最も重要なものは、建築4書書斎のパラーディオが制作した図面と、スカモッツによる現存しているビラアルメリコカプラのドームが大きく違っていることである。パラーディオの計画は、 ブラマンテによる聖ペテロの殉教記念堂、テンペットの影響を受けており、方形屋根の中央から半球形のドームが乗った構成となっている。また、パンテオンとの類似性においても特筆すべき点がいくつかある。ドームの構成に象徴されるように、正方形に円形が組み合わされている点に、ビラ・アルメリコ・カプラの抽象度の高さと概念的に重要な意味があるとされる。 住宅建築に神殿や教会で採用されるドームという建築構成が取り入れられている点にパラーディオの個性が伺える。スカモッチによる現存している建物のドームは5段の階段型のピラミッド状の屋根になっている。当初のパラーディオの計画したドームの特徴とは異なるデザインになっているが、水力などの構造上の観点からすれば、 パンラーディオの制作した図面ではいくつかの疑問点があるのに対し、スカモッの解決は合理的なものになっている。逸話として当初依頼主であるアルメイリコはパンテオンのような天窓のついたドームを希望したというものがある。現存の建物のドームの頂上はオルクスとなっており、テンピエット型のものが採用されている。 パラーディオの計画したドームは、方形の四隅の処理で不具合な点があるように図面から見受けられ、建設不可能ではないものの、実際にスカッチに引き継ぐ前に建設していたとしたら、水力の関係で雨漏りしていた可能性が高い。そのため、スカモッチによって原存ドームに修復されたのではないかという説もある。 このようにドームに関して建設過程における謎が多く、どの段階でどのような変遷を経て現在のドームに至ったかは諸説あるものの事実は分かっていない。ドームが改造されたことは内部装飾にも影響を与えている。1581年までにルビーニによって制作された中央円形広間内部のストッコ装飾がアレッサンドロ・マガンツァがフレスコ画に取り替えられたことを 意味している。現存するフレスコ画はロドビー・コドリニーによって制作されたものである。ビラの室内装飾の設計は外観ほどではないに、しても非常に見事である。アレッサンドロ・マガンザ、ジョバン・ニ・ボティスタ・マガンジア、アンセルモ・ケイナーが客間のサロンにフレスコ壁画を描いた。四つのサロンの内視界にあるのが 西のサロンと東のサロンで最初のオーナーだったパオロ・アルメリコの空和的な電気を細密なフレスコ画で描いてある。室内装飾のハイライトは中央の円形のホールで2階部分にバルコニーが一周しており天井はドームになっている。この家の前後まで達する吹き抜けになっていて頂上にクーポラがあり壁面はトロンプルイユで装飾されている。豊富なフレスコ画は 個人宅の客間というよりも大聖堂を思わせる雰囲気を漂わせている。ポルチコの一つポルチコからは周囲の素晴らしい風景が見渡せる。もともとこのビラは周囲の風景と調和するよう設計されている。この点はたった16年前に建てられたビラファルネーゼとは対照的である。従ってこの家は完全な対象型に見えるが、それぞれのファサードが 周辺の地形に溶け込むよう微妙な異が施されている。そのため、各ファザードの階段の幅や擁壁などに微妙に違いがある。このようにして、周囲の景色の非対称性を考慮して設計することで、全体の景観が対称性を感じさせるようになっている。そのランドスケープは、地平線上に見える遠くのビチェンツァと周囲の木や草地や森のパノラマである。 国勢のポルチコは、シュモンからのまっすぐな車道に生態している。この車道は1591年にこのビラを取得したカプラ兄弟が建設させた作業区画を通る道である。彼らはビンチェンツォスカモッツィに依頼してビラを完成させたと同時に農業に必要な隠し建物も周囲に建設させた。この道を通ってビラに向かうと普通の場所から高所にある神殿に向かっているような 感覚を生じさせる。同じ道の方をビラ側から眺めると、ビチェンツァの端にある古いチャペルが目立って見え、ビラと街の一体感を醸し出している。1994年、ユネスコが世界遺産の一部とした。このビラの現在の所有者は、マリオ・ディ・バルマー,アーナで、バージニア大学の建築学の教授だった。このビラは2世紀以上にわたって、彼の一族の家だった。 彼はこのビラを後世に残すために保存することを宣言している。内部は毎週土曜日に一般公開されているが、冬の間は公開されない。庭は毎日一般公開されている。当初のオーナーはおそらく予想もしなかったと思われるが、アンドレアパル・ラーディオが設計したこの建築物は、その後の500年間に様々な建築家に着想を与えてきた。ありがとうございます。